じゃあ押します。アクション相撲漫画ってのを考えてみようかな。ふんどし赤べいうのどうやろ。俺たちは職業として漫画家を目指してるわけだよね。だからって売れればいいっていう漫画ばっかり描くわけにはいかないよ。そういう意味で言ってるんじゃないですよ。寺田さんが大切にしてるものが全部入ってるみたいな気がしますね。古いんだ俺の漫画って。よくわかってるんだ。みんなによろしく伝えてください。本当に夢のようだった。